ゴルベア産地、またはゴルベア産地は、イベリア半島北部に存在する産地である。スペインバスク州のビスカヤ県とアラバ県にまたがっており、両県の広い範囲をカバーしている。ウルナガチョス付近から見た、ゴルベア産地。なお、写真左奥の一番高く見える山が、ゴルベア産である。ゴルベア産地は、エスパーニャベルデと内陸部の高原を隔てる。 カンタブリア山脈の一部を構成しており、カンタブリア山脈東部一帯のバスク山脈に含まれる。バスク州ビスカヤ県の南端部、アラバ県の北端部を約 20km にわたって東西方向に走り、両県の県境を形成している。最高標高は、山地と同盟のゴルベア山であり、山地の中央からやや東にあるゴルベア山は、ビスカヤ県とアラバ県の最高峰でもある。 山地の範囲より北側には、一名という名のカルスト地形の高原、石灰岩特有の景観やスペレゴル洞窟などがあり、範囲より南部には、ベレティン山地や生成とした水アの森がある。ゴルベア山の頂上は緑に覆われ、頂点部が標高1500メートルに達する全高20メートルの金属製の十字塔がある。その他には、石灰岩に覆われたベレティン山。 レカンダ山、アルダミン山などの山がある。ゴルベア山地は、ビスカヤ県にある5つのボシネロス山地の一つである。ゴルベア山地の南東六には、ウルナガ貯水池があり、ビトリアガステースなどに水を供給している。イバイサバル川支流のアラティア川、ネルビオン川支流のアルトゥベ川などは、ゴルベア山地北六に源流があり、南から北に向かって流れ、やがて、 大西洋のビスケー湾に注ぐ。エブロ川支流のバジャス川やサドーラ川などは、ゴルベア山地南陸に源流があり、北から南に向かって流れ、やがて地中海のバレアレス海に注ぐ。ゴルベア山地の気候は、山岳部の典型的な気候である。北側のビスケー湾からもたらされる、湿った風は、山地で遮断されるため、山地の北陸と南陸で気候が異なる。 北陸はより湿潤であり、南陸はより乾燥して晴天が多い。降水量は豊富で、通年に降水があるが、特に秋と冬は降水量が多い。外して北陸では年間1300ミ、mm、リメートル以上であり、頂上付近では年間2000ミリメートルを超えることもあるが、南陸では年間1000ミリメートル以下となる。 山陸の盆地の年間平均気温は摂氏12度前後であり、より標高の高い部分では摂氏8度前後である。標高の高い部分では、冬季の降水が雪に変化し、雪は春先まで残る。北陸と南陸での降水量と平均気温の違いは、植物症や地質にも影響を与えている。山地への主要なアクセス地点は、荒場県側が、ムルギア、 ビスカヤ県側がアレアザである。近隣の大都市には、山地の南東、約2 0トルにアラバ県の県とビトリアガステースがある。ビトリアガステースとビスカヤ県の県とビルバを結ぶ道路として、東端部分を N-245 線が南北方向に走っている。ラリオハ州ログローニョやカスティーリアイレオン州、ミランダデエブロとビルバを結ぶ道路として、山地の西端部分を AP-68 号線が南北方向に走っている。ビトリアガステースと AP-68 号線を接続する道路として南端部分を N-622 号線が東西方向に走っている。AP-68 号線などが走るアジャラ、ダニにはミランダでエブロとビルバオを結ぶレンフェの路線が走っているが n 百四十五線が走るタニには 鉄道路線は存在しない。十字島ゴルベア山地にはすべての方向の斜面から近づくことができるため、戦死時代から人類が居住し、農業や他の農村活動に使用されてきた自然環境に囲まれている。ブナやオークなどの固有の植物症、イノシシやシカなどの固有の動物症を保護するために、1994年6月21日に、 バスク州政府は200.8平方キロメートルの自然公園を設定し、自然保護や制限内での農村開発などを行っている。ゴルベア産地全体がゴルベア自然公園に含まれており、自然公園に含まれる自治体には、ビリアロ、カスティーリョ、エレハベーティア、オロスコ、セベリオセアヌリ、シゴイティア、スージャ、ウルカブスタイスがある。ゴルベア自然公園は、 ウルキオラ自然公園に近く、両自然公園は、動植物の多様性に富んでいる。バスク地方の産地の中ではとても人気があり、ゴルベア山の伝統として、毎年12月31日と1月1日の、登山がある。しかし、ゴルベア山の最も重要な要素は、ベゴニアの聖母が祀られた十字塔である。十字塔のそばには登山者が手紙を投函できる、郵便箱が設置されている。 1899年、ローマ教皇レオ13世は来る新世紀の象徴として、キリスト教信仰に関わる最も標高の高い産地の数々に十字塔を建設することを命じた。ローマカトリックは、バスク地方において重要な要素であるため、バスク地方の委員会は、スペインバスクの最高峰の一つである、ゴルベア山に十字塔を建設することを決定した。 全高33.33 33メートルの十字塔の建設が承認され、1901年に建設作業が開始されたが、建設予算はとても限られていた。1901年11月12日に十字塔が開場したが、多くの羊飼いは十字塔が数日のうちに崩れ落ちるだろうと予想し、彼らの言う通りに翌月までに崩壊した。 初代の十字塔の崩壊からしばらくして、二代目の十字塔の建設が開始された。全高は22メートルと低くなり、より強固な建築物となった。建設開始から22ヶ月後に十字塔が開場し、1903年10月1日にヨルダン川から運ばれた水で祝福された。しかし、この十字棟も年月に長く耐えることはできず、一九百六年二月十二日には、 強風によって崩壊した。1907年、三代目の十字塔の建設作業が開始されたが、建物は単純な設計となり、前高は17.23メートルと、初代や二代目より抑えられた。構造は、フランス・パリのエッフェル塔にとても似通っており、二つの前例より簡素で強固となった。土台となる4フィートの正方形の2フィート部分は、アラバ県の領域に、 逆側の2フィート部分はビスカヤ県の領域とされた。この十字塔の作業には熟練した建築家が当たり、セラピオでゴイコエチアとパラシオが作業を担当した。1963年6月23日にはバスク山学集団によって、この宗教的複合施設にベゴニアの聖母の肖像が補われた。ありがとうございます。